今年も残すところあと190日となりました。南です。マイアミではありません。突然なんですけど、私が一番面白いと思う自分の変顔をします。あ、ちょっと待って、うまくできない。違う、もっと面白いんだよ。皆さんおはようございます、ラミです。どうしてそういうことだったでしょうか。ああ、目がチカチカする。よくこういう顔してたんですよ、小さい時。こうやってお母さんによく、やめて、せっかく可愛く産んだんだからやめなさいって言われて、そんな顔になっちゃうわよって言われて、やめました。でも変顔は楽しいですよね、時として。昔そういえばアメリカ人のダンサーが日本に来てワークショップした時に最後に、じゃ変顔で写真撮ろうぜみたいになったんですよ。で、まあ、日本人はさ、ワークショップ受けてるの全部日本人だったんですね。で、日本人はさ、やっぱりさ、変顔っつってもさ、いいぐらいじゃん。アメリカ人のその女の人だよ、先生はガチだから、3人ぐらいいたんですけど、みんながみたいな、もうこんなじゃないんですよ、本当に。みたいな、なんかもうちょっとできない、あの彫りが深い人がやるからこそ素晴らしい、すごい変顔があるんですけど、あの撮った写真を見た時に、先生たちだけすごい変顔だったんですよ日本人はみんなぐらいで、文化の違い文化の違いっていうか、なんかなんだろうこれっていう写真があって、すげえ面白かったですね。なんか急に思い出しましたね、それを。何かを喋ろうと思ったのにまた忘れました。もうまずもう輪廻転生って呼んでるんですけど、私これをもう輪廻転生の繰り返しですね。今日はせっかくなんで、なんかちょっとなんだっけあれ、なんていうんだっけあれ、スペースを使って配信してみようかなとか考えてます。なんか本当に私痩せるとさ、父親に本当に顔が似てるんだよね。そっくりだなって思った、今この感じがすごい似てる。私の親戚はみんなこういう顔をしています。岩手の方の親戚ですね。東北の方の親戚はみんなこういう顔です。これ知ってます？嵐の歌って言うんですけど、私が愛してやまないゼルダの伝説、時のオカリナの、これ吹くと嵐が来るんですよ。嵐の歌すっごい好きで、で嵐の歌って覚えるために、なんかかかりこ村っていう村があるんですけど、そこの村の風車小屋に行かなきゃいけないんですよ。でその風車小屋に行って、でその風車小屋の中に、なんかこういう、なんていうのあれ、なんかねじ巻きじゃねえ、なんかこう変ななんか楽器、こういうラッパーみたいなの出てる変ななんか楽器をこうやって回してるおじさんがいて、どっちだったかな、なんかこう、ちょっと待って、私今日ねリラックスの気分じゃないんだよね。ちょっとこれはいいや。あ、なんかあるかな、せっかくなんで。なんかね、メタル系のゼルダがあるんですよ。メタルカバーってのがあるんですよ、このやりは。あら、素晴らしいですね。その変なおじさんに会いに行かないと嵐の歌覚えらんないんですよ。なんですけど、なんかね、子供時代、時のオカリナって子供時代と大人時代になるんですよ。で、子供時代はもうほんと小学生ぐらいのリンクで、子供時代は平和なんですよ、世界が。割とちょっと不穏な動きありつつまだ平和みたいな。だけど大人になってたらもう完全に空真っ暗だし、もうガノンドルフにやられちゃってる世界なんですけど、
ガナンドルフっていうのがいわゆるヴォルデモートみたいなやつね。で、大人になってからだったかなんかね、その風習のおじさんがどっちかで会いに行くとめっちゃ機嫌いいんですよ。ルルルルルルルみたいな感じなんですけど、反対にどっち違う方で会いに行くとすげえキレてんですよみたいな。どっちか忘れましたね。子供の時キレてたかな、多分そんな気がする。まあゼルデンは好きです。時のオカリナが一番好きです。ムジュラも好きだけど時のオカリナは好きだね。はい、ムジュラも好きなんだよね、結構。そうですね、はい。いや、でもゼルダの何が好きかってやっぱりこうゲルド族ですよ。ゲルド族ですよ、皆さん知ってます？砂漠の民ゲルド族、女しかいないんですよ。女しかいなくて100年に一度だっけな、生まれると言われてる男、なんか男が100年に一度生まれるって言われてる部族なんですよ。で基本もう女子、全部女で、盗賊だけど、その親玉がナボールっていう女の人なんですけど、ナボールさんは義賊なんですよ、言うて。彼女はこう闇雲に奪う人ではなくて義賊なんです。私はこの義賊が好きでね、ロビンフッドとかキャットウーマンとか、もう義賊だと義足みたいだよね。義賊がねすごい好きなんですよね。まあとにかくナボールが好きなんですよ。昔からナボールになりたくてなりたくてなりたくてみたいな。褐色の肌、へそ出しルック、赤毛盗賊みたいな、剣持ってる、強い、まあ、もうダメです。もう砂漠の民、しかももうダメなんです、そういうのが憧れすぎて。なんですかね、なんかやっぱりこう女子校とかの期間が長すぎてっていうと言い訳なんだけど、女に囲まれてるっていうのが割とスタンダードなんですよ、私の世界って。ベリーダンスもそうだし、こうなんていうのかな、なんか基本的ななんかベースっていうのかな、にどうしてもあって、なんかうん、なんだろうね、なんかどこかやっぱり男の人は、まあ、当たり前だけど異物みたいなのがあって、異物って言ってもこう女子力が高いというか、こう綺麗な男の人いるじゃないですかじゃ見た目がとかじゃなくて、なんかこう所作とかが全部美しい人はすごい好きなんですけど、なんかもうなんだろうね、なんか無理なやつは無理みたいな強すぎるっていうか、なんかそれは割とレズビアンバでよく聞く話です。でも私別にその男 NG とかじゃないから、ビアンバーとか行くと本当に男 NG の子いっぱいいるんで、それではないんですけど、いや今日もね本当はゴールドフィンガーに行ってぶち上げようかなと思ったんですけど、違うんですよ、明日撮影があるんです。明日はアジサイまみれになってこようと思うんですけど、とあるところに行ってアジサイの撮影をしてくるんですけど、いやそのねアジサイの持ってる毒性みたいなものに若干取り憑かれていて、だからなんかアジサイ撮るとやられるって感じするんですよね。すごいこうやられる、持っていかれる、でもアジサイが好きみたいな感じ。うん、これなんかスマブラの曲に似てる、スマブラっぽいよね。アドベンチャーオブリンクテンプル、いやだからゼルデンのさ主人公の名前がリンクっていうのもさ、なんか今思うとさなるほどって思うよね。
小さい時はなんでゼルダの伝説なのにゼルダじゃないんだお前とか思ってたけど、大人になってみたら、いやリンクだよねって思いますよね。納得、非常に納得。はい、という感じです。なんかこう気づいたらまつげ取れちゃったんですけど、でもなんかまつげなしの自分の顔も結構好きですね。まあそんな感じで明日はこうアジサイを取りで、まあクソ暑いじゃないですか今。もう朝取って早々に切り上げて、そのモデルさんとダラダラ中華を食うっていう計画を立てました。そういう幸せな日になりますっていう、そんな感じなんですけどね、いろいろ溜まってるんだけどね、レタッチがね、頑張らないとねっていうね。でもなんかこう作るものがあるというのは幸せなことですねということをついつい忘れちゃうんだけど、忘れちゃいけない。ついついこう闇に目を向けがち、しょうがないさ、そりゃだって全身全霊で作ってるんだぜ、そりゃ落ちるだろう、ボーンって引きずり込まれるんだバカ野郎って、まあそれに引きずり込まれすぎないようにこう体を鍛えるために空手をやっているんだが、なかなかうまくいかないっていうところにおります。でもなんか私は今頑張り時だと思います。なんで頑張ります。はい、多分なんか世界が残酷だっていうのも事実かもしれないけど、多分自分の勘違いが 80% ぐらい入ってると思うんで、あんまり考えないようにします。はい、というわけで今日はこの辺で、皆さんスペースどういう感じなのか分かんないんですけど、もし放送して録音とかやったらなんかリンク貼り付けようと思います。ではまた。